ジャニーズジュニア内ユニット美少年をめぐっては、メンバーの那須雄と21、合衆クリームを壁に投げつける、佐藤龍が20、が撮影した過去の動画が拡散。さらに、全く別の話ながら、金指一世19は SNS 上に女性と宿泊した際の写真や寝顔などが流出。これを受けて8月18月日 ジャニーズ事務所、ジャニーズアイランド社長の井ノ原快彦、47、美少年のメンバーが、公式サイト上に謝罪文を掲載する事態にまで発展した。ジャニーズ事務所は、それぞれ性質が異なる事案でございますが、今回の状況を総合的に判断し、このまま活動を継続させていただく方が、これから社会人として成長していかなければならない3人にとって、 本当の意味での自覚と責任を獲得することにつながるのではないかと判断いたしました、と説明。井ノ原も謝罪すると共に活動を控えることで反省を促すという方法もあるのかもしれません。しかし、現在お話をいただいているお仕事を投げ出してしまうことも、大人としての責任に反していると思っております。一度お引き受けしたお仕事は精一杯努めさせていただきます、とコメント。 美少年のメンバー全員も謝罪文を出した。これに先駆けること8月10日「週刊文春」「文藝春秋が」がなにわ男子の西畑大吾26と大阪読売テレビの足立片持アナウンサー24の熱愛をスクープ足立アナが西畑と出会ったのは大学生時代共通の知人を通じて知り合いすぐに真剣交際に発展 交際期間は1年半ほどで、西畑は彼女のことを、かほちゃん、かほちゃんと呼んで、ぞっこん状態だと記事では伝えていた。報道ではバケットハットをかぶり、大きなスーツケースを抱えた西畑が、大阪のタワーマンションに入っていく姿、同じマンションに足立アナが出入りする姿を捉えている。西畑がマンションを後にしたのは12時間後。やはりバケットハットをかぶり、 大きなスーツケースを抱えていたのは同じだが、深くかぶった帽子の下に西畑は金髪のウィッグをかぶり、女装してマンションから出てきたという。西畑さんの熱愛報道の約1週間後に、美少年のシュークリーム事件が飛び出し、熱愛話が一気に吹き飛んでしまったわけです。美少年の一件がなければ、西畑さんと足立アナの熱愛をめぐって、ファンからもどうなってるの と追求が続けられていたた可能性もあったところがその後のちょうど良いタイミングデヴィ少年のスキャンダルが噴出した当然ジャニーズ事務所としても決して望んだわけではないでしょうがやはり比べると今はなにわ男子の方が大事な存在ですからね前出の民放キー局関係者なにわ男子は2021年11月に初心ラブ・ウブラブで CD デビュー 2022年の大晦日には早くも NHK 紅白歌合戦に出場を果たしたほか8月26日と27日に放送される24時間テレビ日本テレビ系のメインパーソナリティにも抜擢されているなにわ男子はジャニーズ事務所社長の藤島ジュリー恵子氏が猛プッシュしていますそして何より夏の風物詩24時間テレビ のメインを務めるわけですからね今が勝負どころなのは間違いない。だからこそ、美少年に助けられた、という声がジャニーズ内部からも漏れるわけですよね。ただ、その一方でシュークリーム事件にはかなり頭を抱えていると聞こえてきています。それは当然、やったことが濃くすぎるということに加えて、スポンサー問題が浮上するということ。 食べ物を粗末に扱うイメージはずっと残り、ナスさんだけではなく美少年にお菓子や食品の CM が未来英語を入ってこないのではないかという話が言われています確かにシュークリームを投げつけるタレントを食品会社は CM に起用したいとはならないでしょうからね美少年はまだデビューしていませんが今回の一件は彼らの将来にも禍根を残すものになりそうです 前出の民放キー局関係なにわ男子は助けられたかもしれないが美少年にとってシュークリーム事件の代償はあまりにも大きかった。なにわ男子のみならず家中の美少年も24時間テレビの中京テレビのメインパーソナリティを務める。